ビルヘルム・ベンズ・クリスチャン・ケップケ・ビルヘルム・ベンズは、デンマーク黄金時代と呼ばれる時代のデンマークの画家で、風俗画や同僚の画家の肖像画、室内画で知られる。画家、クリストファー・ビルヘルム・ウェッカースベルグが育てた多くの画家たちの中でも、優れた才能のあった画家の一人であったが、国外留学中に28歳で没し、残された作品は少ない。フィン島の大前世に生まれた。 コペンハーゲンに渡り1820年から1825年の間、デンマーク王立美術院でエッカースベルグの下で学んだ。卒業後、シャーロッテンボーで開かれる展覧会に毎年出展し、それらの作品はデンマーク王立絵画コレクションに買い上げられた。この頃の代表作の一つは、1828年頃のタバコパーティーである。 エッカースベルグのスタジオの助手として雇われ、1794年のクリスチャンス傍城の火災で損傷した歴史画家、ニコライ・アビルゴールの作品の修復を行った。1830年末に小学資金を得て南ヨーロッパを訪れることとなり、ドレスデン、ベルリンをめぐって当時美術の中心の一つであったミュンヘンに約1年滞在した。この頃、 ユーベノミウンヘンのコーヒー店の画家たちが描かれた。1832年に、ドイツ人の画家、ペツルとノルウェー人の画家、ファーンディトローマへ向かう旅をはじめ、ベネツィアでは、デンマークの画家、リトリウ・ブルンクと出会い友人となるが、ビチェンツァまで旅した時に、ベネツィアでかかった肺炎のために没した。ベンズの作品は、コッペンハーゲン国立美術館や、ニーカールスベルグ,グリプトテク美術館や、 東原線美術館などに残されている。ありがとうございます。